トレーニングやった感というのは確かにあるんですけれども、筋肉を増やすという点ではいまいち。皆さんこんにちは、山本由伸です。今回はですね、筋肥大するためにはこれを見ろという感じで、これまで筋肥大のためのさまざまな方法についてお話ししましたけれども、それらについてザクッとまとめてお知らせしたいと思います。まずトレーニングなんですけれども、トレーニングで筋肉が大きくなるという時には、トレーニングによって筋肉を作ろう、合成しようというシグナルが与えられます。シグナルが与えられて筋肉のタンパク質が合成されていく、そして筋肉が大きくなっていきます。ただその時同時に筋肉の分解も起こっています。トレーニングというのは筋肉を合成させるというだけでなく、そのトレーニングというストレス自体が筋肉の分解を引き起こしてしまうというわけです。で、その合成と分解のプラスマイナス、どちらが相殺されて残るかによって結果が変わってくるというわけですね。ですのでトレーニングやりすぎてしまいますと分解ばっかり高まってしまいます。ですのでそれなりにトレーニングの頻度を上げなければいけないということがあります。具体的にどれぐらい開ければいいかと言いますと、トレーニングの分解が強く起こっているのは72時間は起こってます。それに対してですね、筋肉の合成というのは終わってから48時間ぐらいまでということが分かっています。ですのでですね、最低でも中3日は開けるということが筋肉肥大のためにベストということになってきます。かなり上級者になってきてで効かせるのがうまい、そうなりますと合成も強まりますけれども、それだけ筋肉に与える刺激が強くなりますので、上級者ほど強力なトレーニングするということは分解も高まる、回復にも時間がかかるというわけです。例えば初心者とですね、アスリートと比べてアスリートの方が断然強いトレーニングできます。でも終わってからの回復速度っていうと初心者もアスリートもそんなに変わらないんですね。ですのでトレーニングの上級者だからといって回復がすごい早いというほどではないんです。ですので上級者であってもちゃんと休まなければいけない、トレーニングを頑張った分それだけ長く休まなければいけないということになります。ですのでだいたい初心者の方で中3日ぐらいは開ける、上級者になりましたら中5日ぐらい開けるようにしてください。週1回、中6日になってしまいますとちょっと空きすぎということになりますので、中3日から中5日ぐらいのトレーニング頻度ということを念頭に置いていただければと思います。そして合成と分解の兼ね合いを考えますと、できるだけ合成のスイッチが入ったら分解は少ない方がいいということになりますと、無駄なセットは行わない、合成のスイッチが一度入ったらもうそれで十分ですので、分解させるのがどんどん増えてしまうようにセット数をいくつも重ねる、よくトレーニング界で言われるのが、今日はネチネチトレーニングしましたみたいなことを言う人が多いんですけれども、それはですね、分解を高めているだけ、トレーニングやった感というのは確かにあるんですけれども、筋肉を増やすという点ではいまいちということを覚えていただければと思います。だいたいですね、一つの種目に対してウォームアップ抜きで2セットぐらいやれば十分です。で、各部位 2、3種目ということは、一つの部位についてですね、多くても5セットぐらいやれば十分だということになりますので、それぐらいにセット数を絞って種目も絞って行うようにすることがトレーニングにおいて一番大事ということになります。では栄養の方に移りますけれども、まずはタンパク質ですね。タンパク質どれぐらい摂るかっていうのは結構人によって変わってくるんですけれども、最低でも体重1キロあたり1日に 2g、 これを最低だと考えてください。 2g から多くて 2.8-3g ぐらい摂ってもいいです。 3g を超えてしまうとあんまり意味がないということになりますので、体重 ×2 から3の間でタンパク質の量を設定するということが大事です。そして先ほどトレーニング中に筋肉の合成と分解が起こっているという話をしましたけれども、この時にですね、血中のアミノ酸濃度がとても大事になります。血中アミノ酸濃度が低い状態でトレーニングしてしまうと筋肉の分解が進んでしまいますし、合成もあんまり起こらないということになります。ですのでできるだけトレーニングの前、トレーニング中、トレーニング直後、このトレーニング前後にですね、タンパク質、アミノ酸をしっかり摂るようにしておくということが大事になります。具体的にはトレーニングの1時間ちょっと70分前ぐらいにホエイプロテインを飲む、そしてトレーニング中には EAA のドリンクを飲む、そして終わったらできれば分解を防いでくれるグルタミンをすぐ飲んで、その後プロテインを飲む、あるいは食事をするという感じで固めていただければ、トレーニングの効率一番高まってくるということになります。
このトレーニング前後の栄養補給が一番大事ですので、そこでのプロテインと EA の補給、できれば追加でグルタミンということは忘れないようにしてください。そして寝ている間も大事です。眠っている時に結構筋肉回復しますので、この時に血中アミノ酸濃度が下がってしまってはダメですので、寝る前にもしっかり栄養補給、肉とかを食べて眠ってもいいですし、それがちょっと無理だぞという方はプロテインを飲んで寝るという感じで、寝る前にまず栄養補給をしておくということも大事です。そしてバルクアップとにかくしたいという人は、眠っている時にも1回起き出してプロテインを飲む、プロテインはちょっと胃にもたれちゃうなという方は EAA のドリンクでもいいです。何にせよ睡眠中に1回起きてアミノ酸あるいはプロテインを摂るというようにするということが大事になってきます。そして朝起きてすぐもできるだけ摂るようにしてください。眠ってる間栄養補給できませんので、朝起きてすぐというタイミングがですね、一番血中アミノ酸濃度が低くなってしまってます。そのタイミングだと筋肉の分解も起こってしまうということになりますので、起きてすぐ EAA を飲むあるいはプロテインを飲むというようにして、血中アミノ酸濃度を回復させておく。で、その後少ししてから朝ごはんを食べるというようにしておけば、バルクアップにとても役立ってくると思います。ではトレーニング方法いろいろあるんですけれども、私がよく勧めているのが3/7というですね、これはちょっと上級者向けなんですけれども、3回やって15秒休む、4回やって15秒休む、5回やって15秒休む、6回やって15秒休んで、最後に7回やるというものでですね、全部で25回を15秒のインターバルを挟みながら行うというものなんですけれども、これは結構自重のトレーニングとか軽めの重量で十分効かせることができますので、なかなかジムに行けないとか家でしかトレーニングできないという方にもかなり有効になってきます。そしてジムに行っているある程度中級者から上級者の方には、マンデルブロトレーニングを推奨しています。これはですね、非線形ピリオダイゼーションというものの系統化されたものなんですけれども、1週目は軽め、2週目は中重量、3週目は高重量、重い重量でやるという感じで、週ごとに重さを3段階で変えていくというものです。そのように毎週違う重量を行うことで、筋肉に新しい刺激を与えることができるというわけですね。このようなマンデルブロトレーニングを行うことによって、常に新しい刺激、新しいストレスを与えることができますので、継続的に伸ばしていくことが可能になるというわけです。はい、ではここでですね、2020年ももう末となってきましたので、今年はちょっと振り返ってみたいと思います。それでは早速竹迫さんにですね、今年を振り返っていただきたいと思います。竹迫さん。はい、失礼します。はい、2020年コロナの年でしたけれども、今年を振り返っていかがでしたでしょうか。ものすごく充実した、あとチャレンジがたくさんできた1年だったと思います。皆さんコロナで不幸だった中、竹田子さんは幸せだったということですね。これはとても、いいことだと思います。ありがとうございます。ただ、この幸せをですね、2年後、3年後にさらにパワーアップさせて、目標であるプロですね、はい、になることを実現させていただければと思います。頑張ります。私の方もですね、今回コロナでいろいろあってたことはあったんですけれども、自分自身の仕事がもともとそんなに外に出るものではなく、文章を書いたりとかこういった撮影をしたりとかいうものでですね、それほど大きな影響はなかったかもしれないです。ただ一番大きかったのは、家にいる時間が長くなって、いろいろとサプリメントとかの本を書いたりとか、インプットする時間がかなり長くなりましたので、インプットがだいぶ増えましたから、来年2021年はアウトプットをさらに進めていければと思っております。今回は筋肥大のためのトレーニングやサプリメント、食事の摂取方法、そして今年1年を竹田子さんと一緒に振り返ってみました。面白かった、興味が持てたという方は、ぜひチャンネル登録と高評価の方をよろしくお願いいたします。それでは次の動画でお会いしましょう。